駒井正直は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。甲斐、武田氏の家臣。父は、駒井高次郎祭。名は、正直とも。甲斐名、前家。通称、孫三郎、右京介、右京の臣。子に、親父家。武田信玄、勝頼の二代に仕える。普代家老衆の侍大将として、五十五期と、 在京の近似50期の合わせて105基を引いた。A66 年5月開日には、高野山政敬院で、父、高子郎祭の供養を行っている。高次郎祭と同様に、品野諏訪軍との取り次ぎを務めている。公用軍官によれば、a 6 3年、駿河国深沢城の城代に任命され、小井宮内大輔、小山田大学助らと在城する。 天正十年三月の公衆制抜によって、武田氏が滅亡した後は、徳川家康に降り坂木原康政に属して、武田一心の代表格となり、家康に対する忠誠を誓った天正人後期将軍の提出にも携わっている。徳川家康の関東違法に伴い害を離れ、天正十九年七月、上野国名場軍に千五百国を領す。文禄四年六月八日、死去。 去年五十四、母書は正直な祖海と伝わる名場軍連志村の竹、カオル子に、親父家がおり、子孫は旗本として存続している。娘は、後部正秀室となっている。ありがとうございます。